おはようございます。おはようございます。本物の流れ星見たこと多分ない。私ないよね。ないと思う。ある？私の顎下のニキビちゃんとさよならしましたよ。イエイ。潰したというか、なんか剥がれたというか、ポロって取れた。そうね、だからメールで、ね、そのビキニって送りたかったんだけど、ビキニってそう危ういかなと思って水着にして。ポッちゃんポッタハートありがとうございます。あ、昨日さあこういうメールが間に合わなかった、ごめんね。もう全然覚えてない。いちごミルクのかき氷溶けるまで。あ、わし無理ですね。無理、無理やるわ。あ、昨日はね、あのリプ編に参加してくれた皆さん
ありがとうございました。全員は返すことはできなかったんですけど、でもまあちょっと短い間だった、じゃ短い間だったんだけれども、こうリプ編できて、ちょっと久しぶりにねリプ編ができてよかったです。なんかその毎日リプ返しとかやってた時を思い出しました。またやるね。かわいい。もう本当ね、絶賛今噛まれてるのがこれあれだよ、3箇所、最近噛まれたやつが3箇所で、なんか前から噛まれとって、今もなおなんかちょっと痛い、痛い、かゆみが少し残ってるのが1、2、3、3箇所、計6箇所、6箇所かゆい。本当にでもなんか噛まれすぎても本当にね、なんかどこが痒いかもよく分からんよね。ああ痒いってね、かダニ分かんないんだよねそれがね。まあどちらであっても気をつけよう、体にでも、体でも何でも。ちょっと今日私のナース配信がちょっと準備もあるので、15分だけの配信になります。今日調子悪い？ん？何の？全然？今日は夏制服っていうテーマでいきます。なのでちょっと楽しみにしててください。またたまにね全身写真とか撮れる時あるけどね、みんなに見せたいなと思ってもそういう時があるから、ちょっとそれはそれでちょっとご了承ください。
ん？今日は土曜日か。いないんだね。誕生日。あれが。メンバー？宇宙クラウド使ってます。あ、ありがとうございます。ティナ、ティナ、あの写真は誰ですか？狭いよね、世の中。世界って広いようで狭いよね、思う。お母さん目だ。春はどこから来るのだろう。あ、もうほんと。ないでしょう。恋は突然やってくるよ。足音も聞こえない。歯がいじめにされるように、逃げられやしない。それは災難みたいなもの。誰にでも起こりうる出来事を避けようとしていても、気がついた時は遅い。お気をつけなさい。ああ、今日はそうね、夏制服なのでメイクを薄くするか、ギャルっぽいギャルにするか、ギャル風なちょっゴリゴリのなんかもう巻いちゃっての方面にするか、どうしよう。
あら、ギャルの方が多い。あ、わかりました。じゃあギャルでいきたいと思います。間に合うかな。なんか髪がね、髪やる時間がないかもしれない。ないかもしれないな。まあでも休み時間とかに負けるでしょ。に、はい、では皆さんありがとうございました。今日なの一回切らないでいきたいと思います。伸ばしてみようかなって思って。賛否両論あると思うんですけど、まあいつか前髪切れて満足した。私は、はい、ということで、皆さん私の配信を見てくれてありがとうございました。また明日も明後日も明後日も見てください。ちょっと15分経ったので終わりたいと思います。13おじさん12ルコボコ31が、あーそうだね、ラストだね。またあんな、そうね、ハロタン17さん、キーシンくん、立ち絵昔からおじいさん、7位フーさん、6位フッさん、5位ユーポーさん、4位がポンタン、そして第3位が焼きそばさん、ありがとうございます。第2位が島風さん、ありがとう。そして今日の第1位がモーさんです、ありがとうございます。ということで今日もありがとうございました。また明日も、しあさっても、その次の日もよろしくお願いします。ではとりあえず私はお先に準備に取り掛かりたいと思います。皆さん、またあのお話し会に参加してくださる方はまた後ほどお会いしましょう。そして今日も休日だけども、世間一般では休日だけれどもお仕事だよという方はね、ファイティン、頑張って。ではね。